アルバイトでデザインをしたのがデザイナーのきっかけです。当時70年代後半ですけど、ちょうど僕はアメリカに旅行に行ってて、で帰ってきてなんかバイトをしようということで友達に聞いたところ、紹介してもらったのがラジオ大阪っていう、ラジオ局の PRC があったんですね。でそれのデザインがを探してるから、それやらないかって言ってね、もう作り方が全く分からずに、これ何すればいいのかすら分かんない、そんな感じでスタートしました。なるべくバランスよくやりたいというのはいつも思ってて、で自己紹介をするじゃないですか、一番最初に。で自己紹介するときには3つの仕事をしていますという話をするんですね。グラフィックデザイナーと大学教員とで、文章を書く、3つの仕事をしてますという話をします。途中から要するにその自分は外でデザイナーとして仕事をしているので学校に呼ばれているということが一つあって、でだんだんとそのデザイナーの仕事も、要するに教育をしている大学にいる人間だからということでデザインの仕事をやってきたりするようになってくるんですね。デザインやめて学校だけすると学校で必要ない人になりますし、で学校やめてデザインだけでもうちょっと頑張ってみようと思うと多分これ仕事なくなっちゃうんだろうなと自分の商品価値がちょっと低くなっていくっていうんですかね、そういうふうに途中から考えましたね。なんでしょう、やっぱ人のやらないことやりたいという気持ちはあるんですよ。何かをしててもそのうち人が増えてきますから、そうすると違うところ行きたくなるというのはあります。競争したりするのは嫌なのかもしれないです。でもまあ僕らはそのキャリアが必要なところ、文字をどうするかとか、ちょっとした印刷のためにどうするとかっていうことはよくしてますから、そういうところで勝負してるだけで、だから学生から見て届かない場所で仕事をするっていうのはいつも考えてます。だからどうしても新しいこととか、そういうチャレンジングなこととか、普通思いつかないだろうというようなことをやっていくようにもしています。